夏休み、今日は待ちに待った遊園地。晴れてよかった。みー、早いね。あ、葵ちゃん、今日のみゆ気合い入ってるじゃん。かわゆいかわゆい。そうかな。しかも今日はあのドデカリュックじゃないんだ、登山用みたいなやつ。それは前の時清春くんにも言われて反省したので。あ、なになに、いつの間に下の名前で呼び始めてんの。そういうのはちゃんと報告してよ。このかな。そうだ、今度ヒロリオも一緒にミウの恋愛作戦会議しよう。どうかな、それはどうだろう。なんでよ、楽しそうじゃん。だってヒロチンたちというか学校の人たちって葵ちゃんと清春くんが付き合ってると思ってるしさ、変な感じになっちゃうでしょ。付き合ってるふりバレちゃうよ。あったな、そんな設定。もしかして葵ちゃん忘れてた。じゃあ私ヒロチンたちにどんな風に思われてんの。不思議な子だよね。自分の彼氏の浮気を応援するヤバい女じゃん。そうだよ、私はミウの恋がたきだった。アホすぎる。葵ちゃんが抜け殻に。二人に都合がいいなら振りも続けていいと思うよ。学校一の美男美女カップルが本当は付き合ってないって知られちゃったら大変そうだしね。私ミウに言ってなかったことがある。この振りを始めたもう一個の理由。理由？なんだ、もうミウいいんじゃん。ゲッ、なんで来ないんだよ、俺ら車の中で待ってたんだぞ。くっ、大事な時に。ミウはよう。おはよう。また後で話すから。話ってなんだろう、っていうのとこの人は。日向は終業式ぶりだな。どこかで見たような。あれ、わかんない。あ、マキマキ先生。マキの先生な。なんで先生が。マキがどうしても遊園地行きたいって言うから。車運転したいらしいから。お前らが頼んできたんだろ。たく、相変わらずお前らは。俺のこと伝えてなかったのか。混乱してるぞ。幼馴染なんだ俺たち。幼馴染だから、まあ今日は教師っていうより保護者枠だから、よろしくな。よろしくお願いします。じゃあ今日は先生も一緒に遊ぶってこと。なんか緊張してきた。適当に接して大丈夫だからね。そんなわけには。早く車乗れ。あいつあんなんだし。マキマキ先生、シューエランド到着。電車より車が快適。人を送迎車扱いするな。車の中でも大変だったな。マキ、飲み物買って。腹減った。はぁ、おやつ持ってきてないのか。仕方ない、コンビニ寄るか。スタバがいい。俺マックでいい。わがまま言うな。こんなところ来るのも久々だ。熱い。ありがとうございました。日向はいいやつだな。マーキー、早く来いよ。マーキー、チケット買って。あいつらにも見習ってほしい。マキの先生って、もしかしてチケット代も俺が出すのか。学校では冷たい人っぽく見えたけど、ちょっと違ったな。車の中でも思ったけど、あの二人のお兄ちゃんっぽい。なんか重なる。ジェリーじゃなきゃやだやだやだ。プリンでいいでしょ先生。
いいよ、今日は特別な。そうだ、日向、あいつらさ、いい感じのところで二人きりにしてやらないか。あ、もしかして知らなかった？あいつら付き合ってることは。え、知ってるっていうか、わがままな幼馴染だけどさ、やっぱ憎めない奴らなんだよ。一応年上として応援できたらと思ってるんだ。だから協力してくれ。え、あれ、先生は二人が付き合ってるふりだってこと知らないの？おーい、早く！ていうか、応援って私はどうすればいいの？前列嫌だから清原と葵で乗れよ。日向、俺と後ろでいいよな。え、はい。マキダサい。二組に分かれるんだってさ。俺と日向でいいよな。お前らの反応つまんなそう。日向、ふわってなるやつ無理？じゃあ俺ら下で待ってるから行ってこいよな。先生頑張ってるな。なんか今日のマキ変、うん、でも確かにこうやって改めて見るとねえ次さ、お似合いだな。葵ちゃん今朝なんて言おうとしてたんだろう。もしかして葵ちゃんも本当は清春くんのこと。みう、はい。あっちのアトラクション行かない？ふわってしなさそう。あ、うん。みう、それより二人であっち行こう。今朝の話の続きもしたいし。あ、そうだったね。いや、日向と俺はふわふわアニマルエリアに行くんだ。お前ら興味ないだろ。はあ、え、ちょっと休憩しませんか？アトラクションばっかりでちょっと疲れちゃったかなみたいな。私、あそこで飲み物買ってきますので。ああ、じゃあ俺も。みんなそんな遊園地楽しみだったのかな。なんか圧すごかったけど。ドリンク4点でお会計こちらになります。はい。これで。あれ、清春くん、一人じゃ持てないでしょ。ありがとう。でもお金、電車賃とかチケット代マキにたかっちゃったから、これくらい俺が払うよ。お作りしますので右側でお待ちください。イケメン。でも、あとはお詫び。ミュウに言わずにマキ連れてきちゃったし。え、うん、びっくりしたよ。ミュウの立場で考えてみたら、うちわ乗りの中に急に入れられて苦痛だったでしょ。え、なんかマキもうざい感じ出してるし、謝りたくて。え、待って待って、私苦痛だとか謝られたいとか全然思ってないよ。驚いたけど、なんかこういうのも新鮮っていうか、今日の清春くんってうちの弟っぽいなって、なんだか甘えてるみたいで可愛い。あんなポンコツに甘えるとか全然ないから。ポンコツ？学校ではやたらクールぶってるけど、本当はドジでアホだし、ミーハーな上おせっかいで、年上らしさとか全然ないから。言いたい放題。でも、あいつの素直バカみたいなところは、一緒にいて楽だし好きなんだよね。いい関係だな。そういえばマキとミュウって似てるかも。ん？え、ドリンク4点お待たせしました。はい。似てるってどこが？素直バカみたいなところ、一緒にいて楽で、すす好きってとこ聞きたい。じゃあ戻ろっか。あ、うん。あ、そうだ、一個だけ聞いてもいい？ん？どこが似てるの？じゃなくて、清春くんも葵ちゃんも幼なじみの牧野先生にどうして付き合ってるって嘘ついたままなの？あ、私にはすぐ教えてくれたのになって。ああ、俺からは言えないかな。え、言えないって
どういうことだろう。あ、やっと戻ってきた。いろんな種類ある。私これがいい。勝手に選ぶな。いいよ、私残りで。牧野先生に応援されてる今の状況が都合がいいってこと？俺も何でもいいよ。清春が俺に奢ってくれる日が来るなんてな。彼女の前でカッコつきやがって。もしかして素直になれないだけで、清春くんも葵ちゃんのことが好きで、本当は両思いとか？二人で何話してたん？それが葵ってば、俺とは全然会話してくれねえの。おっさんと話したくないだけだし。俺はまだおっさんって年じゃない。勘違いかもしれないけど。でもさ、清春が戻ってきた途端元気になるんだ。あいつ超わかりやすいよね。だったら全部納得できるかも。もし二人が付き合うふりから本当の恋人同士になったら、清春くんも葵ちゃんも私の大好きな人、好きな人の恋なら応援したい。よーし、次は観覧車でも乗るか。せっかくだから二組に分かれて、やっぱり俺と日向がペアで。はあ、さすがに女子生徒と教師密室はまずいだろう。だから俺とミウのペアにしよう。それだと私とマキになるじゃん。あ、こっちも女子生徒と教師なんですけど。お前らはいいだろう、どうでも。はあ、やっぱり葵ちゃん清春くんとがいいんだ。そうだ、私も先生とがいいかな。お、日向も俺とがいいか。大丈夫、二人ならきっと素敵な恋人同士になれる。だから私協力するよ。葵ちゃん頑張れ。あ、ミウ、もしかして。え、ミウとは私が一緒になる。あれ、二人で。はい。あ、葵ちゃん、私でよかったの？あ、二人は後ろに乗ってる。今朝のことちゃんと話したかったし、それにミウさ、気づいたよね。あ、やっぱりそうなんだ。うん、私応援する。二人に幸せになってほしいから。なんでなんだろう、私好きって思うのに全然素直な態度取れないし。うんうん、二人きりになると会話もろくにできなくて。うん、だから今日はミウにたくさん助けられた。お、そうだっけ。そうなの、私マキのこと好きなんだ。うん、最後まで動画を見